アルミのフライス加工ででお困りりはありませんか例えば、伸びた切りくずが、秘作材に詰まってしまう、バリが出てしまい、除去作業に手間がかかっている、刃数が多く、刃先高さの調整に時間がかかっている、などのさまざまなトラブルがあるのではないでしょうか。 墨友電工の木下です。墨友のアルミ加工用 PCD カッターアルネックスでは、これらのトラブルを解決します。まずは、切りくず処理のトラブルを解決します。このような部品の加工では、内部に切りくずが詰まってしまい、不良になってしまうというトラブルが発生します。アルネックスは、切りくずを細かく分断し、 トラブルを解決することができます。アルネックスは、切れ刃の付いたブレードを通して、加工中の刃先に限りなく近いところからクーラントを給油する、ブレードスルークーラントを採用しています。この給油口は、切れ刃に沿った縦長の形状をしており、切り崩し寄りのために最適な形状をしています。 吸油口から刃先までの距離を従来の15ミリから5ミリに近づけることで確実にクーラントが刃先を捉えることができます。右側に同条件で切削した時の切りくずを示していますが、アルネックスでは切りくずが非常に細かく分断されています。カッター内部の構造にも工夫をしています。こちらはカッターの中を、 クーラントが流れる様子を示しています。内部の穴径に対して、給油口を小さくしており、突出圧を上げることで、クーラントの効果を最大限に発揮することができます。実際にクーラントが突出されている様子を見ていただきます。高速回転をすると、従来の工具では、クーラントが刃先を捉えられていませんでしたが、アルネックスは先ほど説明した特徴により、 高速回転中でも刃先にクーラントがかかっているのがお分かりいただけると思います。従来のカッターでは、切りくずが四方に飛散し、センサーへ付着したり、設備内の隙間に入り込むことで清掃が大変になるなど、様々なトラブルの原因になっていました。アルネックスは、ブレードに他社にはない切りくずポケットを採用しており、切りくずをコントロールすることが可能です。 その結果、このように、切りくずの排出方向が安定し、飛散によるトラブルを防止することができます。次に、アルミ加工において、トラブルになりやすいバリについてです。この図は、面加工を表しています。送り方向に対して、側面側に発生するバリが特に問題になりやすいです。このバリは、 工具が被削材をうまく切削できず押しつぶしてしまうことにより発生しますバリの発生を抑制する一つのポイントは切りくず厚みです従来の歯型では切りくずが厚くなりバリが発生しやすくなっていました一方でアルネックスは二段の面取り形状であるダブルチャンファー歯型を採用していますこれにより切りくず厚みが薄くなり バリを抑制することができますバリに対して有効なダブルチャンファー刃型はこちらの4タイプのブレードに適用しています標準の G タイプが幅広くお使いいただける第一推奨です鋳造のワークなどで瞬間的に大きな切り込みが必要となる場合にはロングエッジの GX タイプをお使いいただくなど加工内容によって 選択が可能です。アルネックスでは、シンプルな構造により、刃先高さの調整にかかる時間を短縮することができます。操作手順は3段階です。まずは、ブレードを仮締めします。次にレンチで刃先高さを調整します。最後に、本締めをします。ボディが光合成のため、 本締め時に刃先高さが変わらず、一度で調整作業が完了し、セッティング時間を大幅に短縮することができます。実際の調整作業を見てみましょう。非接触式のプリセッターを使用して、先ほど説明した操作手順に従って刃先高さを合わせていきます。今回は仮締めまで完了しているので、刃先高さの調整から始めています。この数値が、 刃先高さの位置を示しています。95.2の数値を狙って調整していきます。レンチを動かすと、刃先高さが上がっていることがわかります。簡単に狙いの値に調整することができました。次に本締めでブレードの高さを固定します。ブレードを締め込んでいますが、刃先高さが95.2から変わりませんでした。早送りをしていますが、 他ののの刃も高さをを調整してていいまます。すす。今回回は18 18枚刃のカッターですので、18回同じ作業を行っていますアルネックスのような PCD カッターは刃数が多く本締めの際に刃先位置が変わってしまうと何度も調整が必要となり非常に大きな時間のロスが発生してしまいますセッティングが完了しましたアルネックスをご使用いただく際は 刃先高さのばらつきは5ミクロン以下が推奨となりますすべての刃を1回調整するだけで刃先高さを狙い値の95.2に対しばらつき3ミクロンで調整することができましたアルネックスはボディブレードともに充実したラインナップを取り揃えていますボディは刃形で 25丸から160丸まで、波数は用途に合わせて3種類から選択が可能です。形状も正面フライス用から突き出しの長い加工に対応できるモジュラーまで幅広く取り揃えています。加工面品位が必要な面加工では、波数が少ないタイプを、高能率を求めの場合は波数が多いタイプを選択できます。 ブレードはダブルチャンファー刃形を採用した4タイプ以外にも炭ル加工が可能なタイプと加工面品位を安定させるワイパータイプもラインナップしていますまたブレードは最大で1ミリの再研磨が可能です再研磨した場合でもご紹介したブレードスルークーラントは効果を発揮しますアルベックスの紹介いかがでしたか 今回ご紹介した以外にもこのような軽量に特化したような特型設計も対応していますアルミ加工はぜひアルネクスをお試しくださいまたお困りごとがございましたら住友までご相談くださいありがとうございました